フェアリーフォックスフェアリーフォックスは1920年代から1930年代に製造された軽爆撃機、戦闘機である。はじめ、イギリス空軍のためにフェアリーが開発、製造を行ったが、後にベルギーで製造、運用された。複座の複用機でフォックスマーク、アイは上月翼の幻聴が等しく、前方、後方に機関銃が取り付けられた。 1923年のシュナイダートロフィーレースで優勝したアメリカのカーティス水蒸気に搭載されていたカーティス D-12 型 V-12 空冷エンジンにフェアリーの創立者チャールズ・フェアリーが興味を持って搭載エンジンに選ばれた28機がイギリス空軍のために製造され第12戦隊に配備された後にこの戦隊の戦隊マークにキツネが描かれる由来となった 当時のイギリス空軍の戦闘機としては最速であった。1934年にロンドンメルボルン間で争われたマック・ロバートソンエアレースに2機のフェアリーフォックスが参加した。1機はイタリーで墜落した。オーストリアの退役軍人でペアラートジェフ・ヘムスワースの登場したもう1機のフォックスはパリに到着した時には 優勝者がすでにメルボルンに到着するニュースを受け取ったが飛行を続け4ヶ月をかけてメルボルンに到着した。ベルギーで製造されたフォックスは第二次世界大戦の開始時に100機以上がベルギー空軍の前線に配備されていた。ドイツ空軍機に対して時代遅れの機体であったが100回以上の作戦行動を行いメッサーシミット BF109 も1機 撃墜したとされる。ありがとうございます。